リニジオズは、アンドロイドをベースとしたスマートフォンやタブレット用のフリーでオープンソースなオペレーティングシステムである。リニジオズアンドロイドディストリビューションやリネージュとしても知られ、カスタムロムとして非常に人気が高かったシアノゲンマドの光景である。シアノゲンインクがシアノゲンマドの開発を中止し、シアノゲンマドプロジェクトを支えたインフラを閉鎖した2016年12月に、 リニジオズはシアノゲン窓からフォークされた。リニジオズは2016年12月24日に公式に開始され、その日から GitHub でリニジオズのソースコードが利用可能となった。シアノゲンインクがシアノゲンという名前の権利を保持しているため、このフォークではリニジオズへ改名することとなった。シアノゲン窓は Android モバイルプラットフォームをベースとした。 スマートフォンやタブレット用のオープンソースオペレーティングシステムとして非常に人気が高いものであった。前、シアノゲンマドユーザー中、ファームウェアの使用を報告していたのは一部のみであったが、2015年3月23日の時点においてスマートフォンでシアノゲンマドを起動している人が5000万人いることを指し示す報告もいくつか存在した。シアノゲンマドは、 他のロムの開発者が出発点としてよく使用していた。2013年、創始者であるスティーブ・コンディックがシアノゲン・インクの名のもとにベンチャーファンドを調達することでシアノゲン・マドプロジェクトの商用化が可能となった。しかし彼の意見によるとシアノゲン・インクはシアノゲン・マドプロジェクトの成功を活かせず2016年に CEO の移動、オフィスやプロジェクトの閉鎖、 サービスの停止などの企業リストラの一環として、スティーブは、自らの意思か解雇されたのかは不明だが、シアノゲニインクを去った。オープンソースで人気のあったシアノゲンマドのコード、そのものは、新しく、リニジオズと名付けられて、迅速にフォークされ、コミュニティの努力によって、コミュニティプロジェクトとして開発が再開された。シアノゲンマドからフォークされて誕生したリニジオズは、 携帯デバイスベンダーが配布した公式ファームウェアには、ない機能やオプションを提供した。シアノゲンマドがサポートしていた機能には、ネイティブテーマ、フラッグオーディオコーデック、巨大なアップンリスト、プライバシーガード、共通のインターフェースを介した、テザリング、CPU のオーバークロックや、その他のパフォーマンス強化、アンドック可能なブートローダーとルートアクセス、 ソフトボタンと他の通知のプルダウンを切り替える、タブレット調整、その他のインターフェースの拡張などがあり、後に、これらの大半は、Android のソース自体へと統合された。開発者によると、シアノゲン窓には、スパイウェアや、グロートウェアが含まれていないとのことである。シアノゲン窓は公式のファームウェアリリースと比べ、性能や信頼性が向上しているとも言われていた。 シアノゲンマドと異なり、ルート権限はファームウェアに初めから組み込まれることは、なくなったがオプションとして提供されており、自由にインストールを行うことが可能である。また、このオプションをインストールした後から不要になった場合にも削除することが可能である。リニジオズプロジェクトは、シアノゲンマド同様、多くのデバイス固有のメンテナーによって開発されており、コードレビュープロセスには、 ゲリットが使われる。リニジオズはシアノゲンマドにおける古いバージョニングのフォーマットも保持された。ビルドは週一のペースを基本としてリリースされ、リニジオズの秘密鍵で署名されている。ズダの開発者の多くは、リニジオズの公式発表前に非公式なリニジオズのバージョンをすでに開発していた。リニジオズの開発者は、 フリップフラップと呼ばれるリニジオズ用に特別に設計されたアプリを作成している。フリップフラップはカバーケースを裏返すために追加された機能をもたらす。ビルドのリリースは早期に終了するが、開発は続けられているため自分でビルドすることによって最新のシステムを使用することができる。2020年5月1日現在、リニジオズは ピクセルやグーグルによりリリースされたデバイスなどの127のデバイスを公式にサポートし、現在の開発ブランチにナイトリーやウィークリーやマンスリーという名で公式ビルドを提供している。ただし、自動化されたビルドインフラの負荷を軽減するため、数種類のデバイス用ビルドを週1のペースで、かつ週をずらしながらリリースすることが多い。リニジオズプロジェクトの始まった 最初の2ヶ月間は以前のシアのゲンマドインストールからのインプレースアップグレードを意図した実験ビルドも並行して作成された。ありがとうございます。